皆さんこんにちは。設問解法へのアプローチというタイトルで5分ほどお話をさせていただきたいと思います。担当はレク専任講師の友継です。どうぞよろしくお願いします。さて今回はですね、5分ほどなんですけれども、まあ1問使いましてですね、問題の解き方、そういったものをですね見ていきたいと思います。ウォーク問、お手元にあります方はですね、第1巻権利関係編の問いの49番、こちらの方を、見てください。まあないという方はですね、2014年の問いの10番、そちらで検索していただいても構いませんし、まあ画面の方を見ていただいても構いません。さあ、この問題とちょっと戦っていきましょう。はい、問いの49番です。 A には父の身を同じくする兄 B と両親を同じくする弟 C および弟 D がいたが、 C および D は A より先に死亡した。 A の両親はすでに死亡しており、 A には内縁の妻 E がいるが子はいない。 C には子供 F および子供 G が、 D には子供 H がいると、いう形になっております。まずここの状態をしっかりとですね、こういう形で、はい、まあ系図みたいなものですね、それをちゃんと書くことができますかっていう問題にはなってきます。いいでしょうか、ね、私一回消えましょうか。はい、まずこういう系図をきちんと書けるようになっておいていただきたい。そして考えてみますと、 A には、はい、父の身を同じくする兄 B と両親を同じくする弟 C、D がいたが、C では A より先に死亡してる、もうつまり死亡してるみたいですね。はい、A の両親はすでに死亡しており、はい、A には内縁の妻 E がいるが子供はいませんと。で、C には子供 F、G が、D には子供 H がいると。で、A が平成29年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として民法の規定によれば正しいものはどれかという問題になっております。で、この状況で、まあ、この4択の中で考えていくっていうことになるわけなんですが、この問題とどうやってアプローチしていくのか。これ、結構、ガチで解こうとすると結構大変なんですけれども、あるポイントに着目すれば、結構簡単に解けるんですね。で、それは何かと言いますと、まあ、A が亡くなったわけですよね。A が亡くなって、まあ、誰に行くのかっていうのはいろいろ問題があるでしょうけれども、少なくとも、まあ、C、D には渡るでしょうね。で、C、D には渡っていくでしょうから、まあ、この E は配偶者じゃないですからね、内縁ですからね。はい。まあ、B と C と D に行くんでしょうかね。まあ、直系存続もいませんから、子供もいませんから、まあ、継承姉妹ということで B、C、D に行くんでしょう、きっと。で、B、C、D に行くこの割合がよくわからないっていうふうに思ったときに、まあ、ちょっとね、細かい話としてね、こっちの場合にはこっちの半分ですよという知識を、もしも知らなかったとしても、少なくとも C と D の取り分は一緒なはずですよね。C と D の取り分は一緒なはずです。だから例えば、C が例えば、ね、これを2個手に入れましたって言ったら、まあ D も2個手に入れるってことになるでしょう。ね。ということで C と D の取り分はとりあえず一緒だってことは大丈夫ですよね。C と D の取り分は一緒なんですが、さあ C も D も、死亡してるわけですよ。ということで死亡しているので代収相続をしますよね。代収相続をするときに D の子供は H しかいませんから、このね、まあビスケットで何でもいいや、ビスケット2個分を H がもらえる。それに対して C がもらったこの2個のね、ビスケットでも何でもいいんですけど、これは F と G で分けなければいけない。そう、つまり F と G で分けなければいけない。そうするとですよ。そう。だからつまり、今回で言うと、ここだけに着目しちゃってるんですよ。ここだけに着目して、他のところを見てないんです。ここだけに着目をして、他のところを見ないで考えていきますと、少なくとも、いいですか？少なくとも、何かというと、比で言いますと、F と G と H は1対1。対2になるはずなんですよね。つまり FG の取り分と H の取り分が同じはずはないんですよ。さあそこで見てみてください。1番見てください。 FGH がみんな同じ取り分です。2番 FGH
H がみんな同じ取り分です。3番と申します。4番 F、G、H がみんな同じ取り分です。おかしいですよね。3番だけがそう F、G の倍 H が持ってますよね。この日の中で考えられる状況って3番しかないということになるわけなんですよ。よって答えはそう3番だというふうに見ていくことができるわけですね。よろしいでしょうか。はい。というふうにまずこういう問題にアプローチするためには何が必要か、まずこういう例えば権利関係のそのね、まあ物件変動的なものだったらこう図を書いていく、で相続のものだったら経図を書いていく、そういった図を書いていくってことがまず一つとして、大事になってきます。そして細かいところが分からなければ分かるところからアプローチをしていくっていうところね、分かるところだけに着目をして解いていく、これだけでも正解に近づいていきますよということ、この2点をですねしっかり、今回この5分間で、理解していただければなというふうに思います。そうやって設問と向き合って解いていってください。ではですね、短い時間ではありましたけれども、こちらで、今回のこの企画はこれで終了させていただきたいと思います。どうも皆さんありがとうございました。